こんにちは、ゆうけむらです。動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、テスラモデル3に試乗するという動画をですね、アップしたんですが、たくさんの方に見ていただいて嬉しく思います。ありがとうございます。あれからですね、ディーラーさんと何回かメールでやり取りして、充電の設備とかですね、車についての最終オプションはこれでいいですかっていうようなやり取りがあって、この書類が2週間ぐらいして送られてきてですね、今月中に出そうかなと思いまして、今から必要な手続き、印鑑とかですね、そういったものを押していこうと思うんですけれども、納車にあたってですね、これはテスラに限らずなんですが、必要書類がこうリスト化されていまして、印鑑証明書とか、登記事項証明書ですね、委任状も2枚ありまして、車両登録用、車庫証明書用という形でですね、実印が必要になるので、こういう時にですね、市役所に行ってる時間はないので、マイナンバーカードを持ってるとコンビニで発行できましたのでね、皆さん作ってない方は、ポイントもらえるんでしたっけ、まだね。僕はもうすぐさま作りましたけども、便利ですね。他にもですね、下取りがある場合は、車両の書類とかですね、必要になるんですが、今回は下取りはございませんので、印鑑とですね、委任状用の実印とかそういったものをですね、ひたすら押していく形になるんですが、地図ぐらいですかね、これも Google マップでいいそうなので、本当に楽です。このようにサンプルがありますので、ここに実印をしましょうとかですね、いろいろ必要な書類の方の例がありますので、それに従ってまとめていくわけなんですけども、海外とかって印鑑ないところはサインで済ますのかな。この印鑑を取りに行くというのは、日本の法律ですけどね、結構手がかかりますけども、間違いがないようにまとめていきたいと思います。ちょっとコーヒー飲みながらね、落ち着いてやろうと思いますが、このテスラね、先日1月6日か、価格改定がございまして、だいたい 10% ぐらいの値下げになってるんですけれども、僕が購入する予定のリアホイールドライブですね、これは536万9000円で、価格改定前は596万4000円だったので、本当に60万円ぐらいね、変わったわけなんですけども、モデル Y に関しては、もうね、833万円とか、パフォーマンスのやつはそうだったと思うんですけど、750万円ぐらいになってるので、モデル Y もちらほら見るようになりましたけども、お求めやすいというのもあれなんですけども、価格がね、安くなったのは、一つ購入の決め手になるんじゃないかなと思うんですが、電気自動車ですね、これから、どういう風な展開をするか分かりませんが、もっとパーツもシンプルにコンパクトになって充電する能力も高くなってですね、増えていくかなと思うんですけども、新型のプリウスとか見てると、それはそれでトヨタのね、本気度を感じますし、車最近興味なかったんですけども、いろいろチェックするようになってます。テスラでよくある書類不備で印鑑が識別できない場合があるそうですので、申請が受理されないとね、問題ですので、ちゃんと押印をしようと思いますけれども、訂正印の押印は控えストアにてお問い合わせくださいということなので、本当に予備もございませんので、しっかりスタンプしたいと思います。あとはこういったテスラのオフィシャルアイテムですね、モバイルコネクターとかサンシェードも買おうかなと思ってるんですけども、このテスラのアパレルがいちいち可愛くて、今見るとモバイルバッテリーとかもね、売っていたんですけど、白が売り切れていたので、また入ったら買おうかなと思ってるんですけども、モデルに合わせて販売されてるみたいなので、サードパーティー製も含めてですね、いろいろ検討していこうと思います。
はい、ということで、もろもろ書類をね、まとめました。実印をですね、ミスがないようにちゃんと押すっていうのはなかなか緊張しましたが、いや、これでね、レターパックに入れて、もうね、出したいと思います。最終確認したんで、レターパックに入れて、では、閉じます。OK です。はい、ということで、今回の動画は、テスラモデル3に必要な書類をまとめるというね、動画になったんですが、今、テスラのアプリを見ていると、またね、納車の進捗があったので、モデル3の納車までにですね、また Vlog を何本か上げれたらいいかなと思ってるんですけれども、もしね、よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もね、どうぞよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ゆいけむらでした。バイバイ。いやー、今日は寒い。雪降ってます。